英語で楽しむ信長秀吉家康と戦国時代第2話「戦国の三決」これが本日の英文まずは読んでみようセクション2 The course of Japan's unification after more than a century of civil war is concisely and humorously depicted by a cartoon which represents Oda Nobunaga pounding mochi, rice cake, first, Hashiba Hideyoshi laboriously making it next, and Tokugawa Ieyasu complacently eating it in the end. すで、えー、に本をお持ちの方、申し訳ないんですけども、えー、3箇所ほど改定させてください、えー。画面の赤字で示したとこなんですが、えー、2行目、Depicted by の城を The Following に変えさせてもらいます。そして、Katoon の城にコロンをね、入れてください。えー、天2個のやつのことをコロンと言いますね。それから、織田信長の次の Pounded これを過去形にしましょう。まあ、競技の結果ね、えー、こうしたいと思います。って言って、まあ、も私の独断と偏見ですけども。 原文のままでも全然問題ないんですけども、この第2話のですね、テーマを分子公文としてしまったもんですから、えー、と原文のままだと、あれ、分子公文じゃなかったんですよね。えー、まあ詳しくは後ほど説明いたします。えー、まあただ、文法だけのためのね、えー、英文ということで、ちょっとバカバカしい感じもいたしますが、まあ、しょうがない。えー、ちょっとこの改訂版の方でやらせていただきます。 えまずは、チャッチャカチャッチャカ訳していきましょう。The course of Japan's unification.Course この場合は流れぐらいですかね。えーから、unification、えー。Uni っていうのは一をラスセッしたがって一つにまとめること、だから統一です。日本の統一の流れ。から、after の中、more than 何とかで何とか以上。a century of で1世紀にもわたる何とか、あるいは100年にも、ね、及ぶ何とかでもいいです。えー、から、Civil War。 えー、内乱とか内戦、えー、もしこの C と W これを大文字にしてで「The」をつけるとアメリカの内乱すなわちアメリカ南北戦争というこういう名詞になってしまいますけどねまあ一般にこうやって小文字の時は内乱とか内戦ですしたがってそこまで 一世紀以上にも及ぶ内乱の後の日本の統一の流れは、そこまでが主語というか主部一語で言うと Course。これが主語ですね。はい、次の Is が動詞で。で、次のね、Concisely and Humorously。まあ、こういう副詞っていうのはね、あの文の要素とはちょっとね、えー、覗いて考えますからあ、だから見やすくするためにちょっとそこをカッコでくりまして、で、飛ばかします。はい、次、Depicted。さあ、ここに ED がついてますが、これは動詞ですかなことないですよね。 だって先ほどこの is という動詞がもういましたから、えー、原則はね、一文中に動詞は一個ですよ。そうなると ED のつくもう一個の可能性は過去分詞というやつね。ってことは B 動詞の次の過去分詞、こういう形のことを受動体とか受け身系とか言いましたよね。えー、デピクトは描くって意味なので、えー、受け身になったら描かれるとなりますね。えー、このデピクトのピクトが picture と同じ語源だからですよね。じゃあ何によって描かれてる、はい、次の The Following 次のカトゥーンが風刺漫画。 と言っても、ここに漫画は書いてないんですけどね。えー、だから、文章しかないので、本当は風詞にしましょうか。じゃで、次の風詞によって描かれております。はい、とばかしたここ。コンサイスリーが簡潔に。ヒューマラスリー。これは、ユーモアたっぷりに、ね、滑稽にということです。そしてさ、ここにアンドがいますよね。はい、前回の復習。アンドは、 原則ですが、文法的に同じ形をしている前後ね。だから、アンドの右側がヒューマーストリー。これ副詞ですから、当然手前のコンサイストリー。これも副詞と。この場合は、アンドは副詞と副詞を、ね、並列で並べているということですね。えー、では、第一センテでスもう一回通訳。一世紀以上にもわたる内乱の後の日本の統一の流れは、次の風詞によって、簡潔にかつ滑稽に描かれているのでありますと。 はい、ここに、えー、コロンにしましたけど、はい、このコロンはね、日本語で言うと、つまりぐらいでね。えー、次の風刺つまり、はい、織田信長、パウンディの餅。えー、パウンド餅で餅をつく。まあ、餅はちょっとね、通じない可能性がありますから、まあ一応、ライスケークという定番の役あるんですけど、でも直訳これもね、米のケーキですからね、まあ余計わかんないんじゃないかって、例説もありますがね。はい、まずは、あ信長が餅をついた。ファーストもちろん、まずはという副詞 から次、橋場秀吉が、laboriously,、えー、苦労して、ここに labor という単語が、ね、見えますから、まあ、労働の、ねえー、象徴、まさに苦労して、はい、making it の it がお餅、えー、ここはなんで ing かって話はちょっと飛ばかして、とりあえずなんかね、えー、次に餅を作るということはわかりますよね。はい、最後に徳川家康、complacently これは満足してという意味ですが、はい、eating it の it ももちろん餅、in the end、えー、最後に餅を食べると、まあ、意味は大雑把にはつかめますよね。 さてじゃあこの ing のね話ですがあこれを世間で分子構文というわけです今回の英語構文のポイント <noise> まあそもそもコア色を使う人があるのかって話もありますけどね、えー、単なるうざいだけというね、はい、まあいいや一応、えー、分子構文ですさあ分子構文なんて言うとねえらい行々しい感じがしますがまあ別に大したことないですよ えまずね、大原則をちょっと知っておいてほしいんですが、英語はですよ、SV、こういうの文章ですけど、2つの文章をただカンマだけでもってつなぐってことはできないんです。これ、しっかりね、押さえてください。だって、これ認めちゃったらさ、アンドとかバットって必要なくなっちゃうじゃないですか。普通はこれにね、1個文章言ったら、アンドなしはバットと言ってから次の文章を進める。これううの接続詞と言いますね。接続詞があればいいんですが、接続詞も何もなくいきなりね、カンマでつないではいけないって言ってるわけですよね。 でもね、接続しなくてもカンマだけでつなげる。はい、いい方法があるんだなそれがね、まあ、どっちかの動詞でいいんだけど、まあ、まあレイアウト上、今、こちら右にしましたけどね、どっちかの動詞の最後に、ing をつける。それだけで打ってもカンマで結んでもいいんですよね。はい、これのことを分子公文と言います。ただ、それだけのことです。えー、ただ、ちょっといささかね、めんどくさいことがあるとすればですよ、えー、この主語と、から今の ing をつけた方の主語、はい、これが同じだった場合ね、そういう場合はね、 をを付けた方の主語を消すこれが大原則ね今たまたま右側に書いてからこっちが消されましたけどもしこっちに ING が付いた場合にはこっちが消されますけどねじゃあさ資本は違う場合どうすんの違う場合あんな消しちゃったらさな訳わからなくなっちゃいますからあ違う時は別に残しとけばいいんじゃないですかでこのようにね まあ、これ意味上の主語って言うんですけど、意味上の主語が残ったままの分子公文、これのことをなぜか世間では、独立分子公文とかってのもめちゃくちゃ大げさな名前が付いてますけどね。えー、まあ別に普通に意味上の主語付き分子公文とか言えばいいと思うんですけどね。 はい。まあ、以上が分子構文。でね、あと、分子構文はどうやって訳すのかっていう問題があるでしょうけど、まあ別に普段はね、左から右にこうやってね、ニョロニョロして、てんてんてんするんだ、みたいにね、えー、訳せばいいと思いますよ。えー、ただ、どうしても綺麗に訳をつけてくださいって言われた時だけ初めて、まあ例えば、なんとかしながらとかね、あるいはなんとかしたので、というね、まあたいしながらかしたので、っていうね、えー、訳し方が定番だと思いますけどね。 改めて今日の英文を見直してみましょう。下から3行目。織田信長がパウンディッドってことで、ここに一つ SV という文章がありますでしょ、えー。なのに、はい、ここにカンマがあってで、カンマの後ろにさ、はい、バットもアンドも何もないですよね。 それで、いきなり、はい、次にメイキングと、ここに ING が付いているので、はい、この ING が分子構文ってやつですね。えー、でね、えー、このメイキング、じゃあ誰が餅を作るのかと言われたら、作るのは最初の信長じゃなくて秀吉。はい、だから、ここに、えー、秀吉という意味上の主語を付けたままの独立分子構文ってやつね。S' としましょうか。えー、で、最後にさ、eating、はい。はい、これも同じく分子構文です。それで、手前の誰が食べるのか。はい、これもまた別の主語、家康。だから家康を残したままで、はい、独立分子構文ってやつね。 さあそうやって考えるとねここに and がいましたけどこのアンドは何と何を結んでるかっていうとアンドの右側が意味上の四付月分子構文だったからじゃあアンドの手前も意味上の四付月分子構文ってわけねやはり and の前後は原則文法的に同じ形が来るってわけですね。 えでは、最初のさ、原文の方と何が違うのかってことをちょっと検証してみますと、原文はね、はい、ここ、デピ p i c t e d b の城アーカトゥーンにしてあって、次にウィッチがあったんですよね。このウィッチが、いわゆる関係代名詞です。で、じゃあそこをカッコでくくると、はい、ウィッチからカッコしたら、一番最後のね、ここのエンドでもってカッコを閉じましょうか。ここまでが関係代名詞ですね。 え違いはここにね、represent という動詞がいます。represent は何々を表すという多動詞なんですよねで。多動詞っていうのはね、いわゆる目的語っていうものを取るわけですが、えー、その何々をに相当するものを目的語って言うんですよね。はい、何を表すかっていうと、餅をついた様子を表すだけで、この pounding は represent という動詞の目的語になってるんですよね。目的語になっている ing のことはね、これは文法用語では同名詞というんですね。 で、その同名詞の意味上の主語はね、これはやはりこうやってただ手前に書くだけでいいんです。だから、織田信長が餅をつくこと、これを表してるってわけね。 さあ、そしてさらに、はい、最後のアンドはですよ、その意味上の主語プラス同名詞のこの3つをですね、並列で並べている。すなわち、A、カンマ、B、C。3つのときはね、A、カンマ、B、C ですよね。で、最後の手前だけアンドをつけるので、はい、だから改めて、信長が1番、秀吉が2番、徳川康のとこ丸三番という、こういう関係になりますよね。まあ、こっちは同名詞という構文なんですね。えー、だから先ほどの分子構文とはね、まあ、一応表向きは違う構文だということになります。 え本文で言ってた風刺っていうのがあ有名なこの歌ですよね。織田が月羽柴がこねし天下持ち座りしままに喰らうわ家康えー、と「羽柴」っていうのはもちろん後の豊臣秀吉のことですが最初は木下藤吉郎次が羽柴秀吉っていう名前ですね。え田、ー、谷城攻めの前にですよ、えー、先輩に柴田勝栄っていう人と庭羽長秀っていう人がいましてその2人から名字を一字ずつもらって作ったのが羽柴とされてますけどね。 でね、えー、改めて読むと、この歌、なんか、家康がもうめちゃくちゃ嫌らしい人みたいに描かれてません、えー、先輩の二人がね、一生懸命作ったものをね、最後の人がですよ、ただ、ただでもってかっさらっていったみたいなね、そんな言い草ですけどね。まあ、さすがに家康だってね、何も黙ってて天下が転がり込んできたってわけじゃないですからね。まあ、ちょっと言い過ぎな感じもしますけれども、まあ、でもよくね、こういう風習をしますよね。 えー、さて、えー、この戦国の三欠がさ、信長、秀吉、家康という順番で現れた、これは偶然だったんでしょうかね、えー、でもね、場合によっちゃはこれ、必然だったんじゃないかという見方もできるわけで、えー、大体時代の転換期、変わり目にはですね、えー、まず新しい構想を抱いて、そしてそれを徹底的にね、実行するような改革する人物、えー、その人物は相当の意思を持ってやらないとダメ。だからね、えー、まあ、ちょっと人から見ると変わってると思われる人が多いかもしれませんね。 え次にそれをお、とにかく実行するね、実行力のある人物が現れる。で、最後はですよ、まあ、いつまでもガツガツしててもしょうがないんで、えー、ややね、えー、なんてうの穏やかな人が完成に持ち込むというね。まあ、こういう風な流れなんじゃないかということで、えー、例えば、別の時代を見てみると、え、いわゆる大化の改新の頃、中野大江の美子っていう人がね、え、中富の鎌渡りと一緒に、えー、蘇我氏を滅ぼしますでしょまあ、一種の変ですよね。ま、ああいうちょっと過激なことをやり、 えー、次に弟の天武天皇および持統天皇のこの夫妻がまあ,あ律令制って言うんですけどね律令制を実際にね施行しで最後に、えー、文武天皇の時代に律令制が完成したっていうね、えー、こういう順番あるいはこ度は武士のね台頭という意味で言うと、えー、まずは平の清盛っていう人がですよ、えーまあ、朝廷をね貴族たちをしのぐぐらいの出世をするそして、えー、平家一門をね固めると。 えー、ところが次に現れたのが源頼朝で、まあ、武士だけの世界を作ろうってだけで東国に移って、まあ、守護地頭なんかをね、えー、作ってはあ支配していくという、まあ、武士の世界という意味ではこれが思考でそれを最終的にまとめ上げたのが執権の北条と時ですかご成敗式目というのをね出したのがあそのね一応頂点とされますね 幕末もそうじゃないですか、えー。まずはさ、ペリーが来てからの混乱期の中、えー、まずはあこのままではいかん。日本をなんとかしなくてはいけないというようなね、新しい構想を持って現れたのが、えー、薩摩の島津成明というお殿様、あるいは長州の吉田松陰、まあ、ある意味変わり者ですよね。えー、で、実際にそれを実行に移したのが、あ薩摩のお西郷隆盛、大久保利通、まあ、長州のね、えー、木戸隆義、桂小五郎を入れてもよかったんですけどね。 はいそれから完成に持ち込むのがその更に後輩である今度は伊藤博文ね大日本帝国憲法の制定なんかがねその典型でしょうという具合にね、まあ、歴史はやっぱりこういう順番に必然的に流れてるというふうに考えるとまあ信長秀吉家康という順番は必然的であったと言ってもねいいかもしれませんね英語で楽しむ信長秀吉家康と戦国時代第2話今日はこれにて終了